間もなく右方向です。その先200メートルで目的地。皆さんこんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は岐阜県岐阜市両下のカフェアマンドにお邪魔します。カフェアマンドは高間堂の高間接骨院と同じ建物の1階にあります。モーニングは午前8時から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな。目的地は右側にあります。カフェアマンドは矢印の先、車が止まってるところです。お店の前に車が止まってるので車を止められないみたいなので、建物の裏にも駐車場がありますので、そちらに車を止めます。この駐車場は高間接骨院と共同駐車場です。先ほど私が車を止めようとしてたお店の前です。一日中モーニングは嬉しいサービスですね。営業時間は午前8時から14時までです。定休日は毎週木曜日です。お店は落ち着いた感じのカフェです。お店の人は親切な接客で感じのいいお店です。モーニングセットですが、トースト、ホットドッグ、ピザトーストから好みのパンを選びます。軽食メニューもあります。私はホットコーヒーと、モーニングセットはピザトーストをお願いしました。美味しそうなピザトーストにサラダ、デザートの3品がついています。ホットコーヒーが450円です。モーニングはドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスですので、モーニングはドリンク代のみの450円です。テーブルをおしゃれにコーディネートする白いテーブルクロス、またシンプルな白い食器、食卓を一気におしゃれな雰囲気に変えてくれる白い食器、何を盛り付けても様になってお料理を引き立ててくれる万能食器です。テーブルに花が飾ってあるので、花でゆったりモーニングは心が安らぎ、また美しい花を見ると自然と心が元気になりますね。シンプルなシンプルマヨサラダです。シンプルですが美味しいマカロニサラダです。マカロニは良質なタンパク質や食物繊維も含む優れた栄養のある食べ物みたいです。マカロニはパスタの一種ですが、パスタの種類は500種類以上あると言われています。大きく分けるとロングパスタとショートパスタに分かれます。ロングパスタの一部を紹介します。1スパゲティ、2カッペリーニは細いロングパスタで、カッペリーニとは細い髪の毛という意味。3リングイネはスパゲティを少し潰したような形です。今度はショートパスタの一部を紹介します。1マカロニ、2ペンネ、ペンネとはペン先という意味。3ファルファッテ、ファルファッテとは蝶という意味。4リガトーニ、マカロニより太いショートパスタです。皆さん見てください、厚切りトーストにたっぷりのピザです。嬉しいです。ふわふわの厚切りピザトースト、とろりと垂れた
チーズの濃厚な味わいがすごく美味しく、とろとろふわふわの新食感の濃厚な味わいです。美味しいピザトーストです。コーヒーゼリーです。コーヒーの苦味とクリームの甘み、そしてプルンとした食感がたまらないコーヒーゼリーです。また、スイーツが大好きな人にも、甘いものがちょっと苦手な人にも、大変人気があるコーヒーゼリーです。コーヒーゼリーですが、昭和38年頃に軽井沢で食べるコーヒーとして大ヒットしたそうです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？カフェ、アマンドは、高間堂の高間接骨院と同じ建物の1階にあります。JR 高山線の踏切の南にお店があります。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回は、どんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって、YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。